小鳥、オフィシャルチャンネル。皆さんのお耳を守るためにも音量の上げすぎにご注意ください。また動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください。配信大感謝ありがとう。これあれか、ヘッドホンからやや音が漏れちゃってるかな。どうだ、これでどうだ、これで大丈夫かな、いけたかな。私もイヤホンにした方が良かったかちょっと悩んだんだけどね。オタクと飲んでたそうだよね、ライブ見て感情が大爆発した、大爆発してね、あれだよね、みんなでご飯食べるのいいよね、その後のね、最高だよね。こんばんは。今朝歯が欠けて歯医者に行ってきました。虫歯でした。お疲れ様です。私もちょっと虫歯な可能性があって、でも歯医者すごい嫌いなの。どうしたらいいと思う？行かなきゃダメかな。やだな。そっか、今日はのんのん日和の生配信終わってから息子の生配信か。そうそうそう、久しぶりにね、夜の時間帯が空いたから、だから生配信できるなと思って、みんなとコミュニケーションを最近取れてなかったなと思って、だからこういう機会を開いてみました。でね、また次いつ開けるかがちょっとわかんないから、ぜひね、お友達なんかにもお知らせしてくれたらいいなって思いますトイレで聞こえるし、トイレで聞いてんの聞こえる？結構声ちっちゃいはずだけど。それで歯医者行った方が良さそうだね。行きます。歯医者、あ、みんなが歯医者、歯がさん予約してって言われてそうだね、口の中大事だもんね、声優にとって。行きます。はい、なんいや多分虫歯じゃないと思うんだけど、今日の配信音質最高ですね。ありがとうございます。脳内ジャックしたりでコミュニケーションは取れてたような。確かにね、いろんな番組が今始まって、みんなとすごい楽しませてもらってるから、楽しませてはもらってるけど、なんかね、いっぱいみんながコメントくれるじゃん。で、全部に答えたいんだけど、やっぱそれ無理じゃん。だからこのゆっくり一人だけでやる配信だとね、そう、コメントも見やすいかなって、みんなのなるべく見れるかなと思ってね。お友達がいない場合はどうしたらよいでしょうか。リツイートでいいんじゃないですかね。ありがとうございます。耳がすごい、ほんとすごいココちゃんの配信タグあったらいいなと思った。はあ、これ何にしよう、なんか考えてなかったな。
確かに VTuber さんとかもあるもんね。なんか思いついたら教えてください。歯の神経も気になってますからね。そうね、歯大事。のんのん生放送見てありがとう。楽しかったね、のんのんの生放送。またこれも久しぶりに、アスミシンとリエションとアヤネルと私と集まれて、のんのんの振り返り放送ね、できて、なんか世界中のファンの人が見てくれてたよね。同時視聴5000人とか、すごいね。ね、嬉しい、幸せな時間だった。今日ね、この後、地域によると思うんだけど、最速でのんのんのノンストップの11話が放送だから、ぜひ見てください。11話多分ね、泣く人多いんじゃないかな。私も、すごい、もうギリギリで泣かないように我慢してた。ノイズになっちゃうからね。もうすごいね、グッとくるお話。ノイズもなくてクリアにコッコちゃんのささやきが堪能できて最高です。そう、琴音色をね、 ASMR レーベル琴音色をやらせてもらってるじゃないですか。私がプロデュースしてる ASMR レーベルなんですけど、私のスタジオで、まあここなんですけど、まあここで撮ったりとかしてて、もうすごく心込めて頑張って作ってるんで、それでこう学んだいろんな知識をこういうとこでも活かせたりしてるのは嬉しいですね。高校受かった、褒めてください。おめでとう。自分は歯医者駅だからな。あ、いいな、近い近い。つくってする。こんばんは。デンタルケア大事。そうね、そうね、歯医者は大事。いきます。はい。美味しそうなパンケーキになってほっと気もしました。この間小隣でね、小祝い小鳥になってみたで、パンケーキをね、声優界一料理がうまい小祝い小鳥と平山真由美さんで、ピラミさんで一緒に作ったからね。アーカイブもあるからよかったら見てください。すごい面白い番組です。私の視点で映像、あ、この ASMR 配信に映像がつく感じかな。すごいいい番組なんで見てほしいです。お隣にココちゃんいる感覚やばい。いいでしょ。それこそ帰りのバスの人とかもいるってさっきコメントでも教えてくれてたよね。バスの隣に私がいますよ。さっき乗ったのは私でした。なんてね。そう考えてくれるだけで感謝。優しすぎていつも応してます。いや、その気持ちがありがたい。いや、こちらこそですよ。みんなのおかげで私こんなにいっぱい幸せな夢が叶ってね、声優続けられて、素敵な先輩とか素敵な仲間とね、出会えてね、みんなが応援してくれないとさすがにここまで絶対たどり着けてないんで、みんなのおかげでおかげでおかげですよ。ありがとうございます。Her voice is so relaxing. ありがとう。私も自分の声昔は嫌いだったんですよ。なんか抜けが悪いっていうか、いわゆる声優さんらしくない声だなって思うんですけど、でもそれがなんか柔らかい感じでね、それはそれでいいとこなんだなって気づいて好きになりましたね。ありがとう。 ASMR 最高、ありがとう。あ、これ私ちゃんとコメント終えてるから、ごめん、もしかしてゆっくり読みすぎかな。ごめんね、ごめんね。そう、VTuber さんとのコラボも発表されましたね、琴音色。そうそうそう、未来あかりちゃんとね、未来あかりちゃんの ASMR を出すことになりましたわ。嬉しい。 VTuber さんってほんと素敵じゃん。ちょっともうこの話をすると長くなるけど、 VTuber さんってさ、なんて言ったらいいんだろう、視聴者の皆さん、みんなそれぞれ呼び方がね、あるからこういろいろあると思うんだけど、その応援してくれてるファンの皆さんとの、まあファンの皆さんであるんだけど、こう視聴者の皆さんであるじゃん。その視聴者の皆さんとの、なんて言ったらいい、独特の絆。なんかさ、ちょっとなんていうの、スパチャっていう
文化はすっごい素晴らしいものなんだけど、こうどうしても金銭が絡むから、ちょっとこう、なんていうの？なんていうんだろう、あんまり慣れ親しんでなかったり、こうだとね、変な風に捉える方もいるかもしれないんだけど、実はすごくピュアな、なんか応援したいっていうこう熱い思いをこう本当に心からこう、もうね、自分のね、こう毎日頑張ってね、働いたりとか得たもののこう結晶ですよね、貯めたものとかそういうものをこう大好きな人にこう熱意としてぶつけるっていうの、なんかね、なんて名前だったっけ、フリーゲーム、いやフリーじゃないか、ごめん、嘘かもしれない、ノベルゲームで、お前のスパチャで、世界を救えだったっけ、推しを救えだったっけ、みたいなゲームがあって、それにもすっごい感動したんだけど、そうなのよ。なんか、独特の絆があって、VTuber さんってすごい憧れるし、素敵だなーって思う。これはでも声優もそうだよね。今応援してくれてるみんなと、ね、友達ともさ、違うじゃん。で、当然家族ともさ、やっぱり違うじゃん。だけどさ、じゃあそのどれかとこう、なんていうの？道ですれ違った人とも当然違うし。でもじゃあそのどれかに、なんていう優劣があるわけじゃ当然なくて、全部素晴らしいね、ご縁とか絆だと思うんですよ。それがすごくね、感じられて、ファンとの絆みたいなものって私すごい、すっごい尊いものだと思うんですよ。いいよね。他にはないものだなって思う。いっぱいコメントありがとうございます。私これ終えてないな。まだ7分だぞ。献血、そうね、のんのん日和の献血キャンペーンやってるから、よし、もし、皆さんのご都合が合う方がいれば、無理はね、良くないから、人によってね、体調とかいろいろあると思うんで。関東と名古屋の人は今夜、BS、ななちゃんは明日、大阪は今度の水曜、ありがとうございます。告知情報教えていただいて、プラネタリウムとか。のんのん大好きだから終わるの悲しい。本当に悲しい。めちゃくちゃ正直に言うと、心細い気持ちになる。なんか、のんのんがずっと会ってくれたから、ね、あすみしんにも、りえしょにも、あやねちゃんにも、なんか、いつでも会えてるわけじゃないんだけど、でもなんかいつでも会えてるような気持ちっていうか、ずっと一緒に過ごしてきた気持ちだったから、終わっちゃっても、そうでいれるのかなとか、なんか、勝手に、寂しくなっちゃうけど、でもきっと変わらないんですけどね。のんのんはそう完結を迎えるけど、でもきっとね、きっとずっとずっと、それこそ世界中の皆さんの心の中でのんのん日和は続いていくしね、作品ってだから素敵ですよね。全人類 ASM ことねいろハーフアニバーサリーありがおめでとうございます。ありがとうございます。そう、ことねいろ始めて半年経ちました。詳細欄からね、そのことねいろの作品買うこともできるんで、まあよかったらぜひぜひ聞いてみてください。サンプルだけでも聞けるんで。あとあれ、DL サイトの ASMR アワードも全部もん受賞。これもみんなのおかげですね。本当にありがとうございます。のんのんのね、生放送から着替えてないのよ、これ。ご覧の通り。髪の毛を取っただけ、まだ。お写真見てもらったら分かる通り。この衣装。この衣装のサワサワさ。分かるかな。そうなの。左右へ移動される際の感じ、最高です。
ありがとう。離れてみてあげようか。もうちょっと遠くに行ったりしたら、こんな風になるんですよ。遠く。おーい、聞こえる。おーい。おーい、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 おーい。いいよね。これ、ダミエだからだよね。楽しいよね。生焼き疑われまくってたの、本当だよ。お料理会ね。赤毛のヘッドホンおすすめ。赤毛いいよね。吐息で耳がいきそう。大切にお耳。今日からあなたも小岩屋小鳥。ニコニコみの投票が優しすぎて笑った。声優界のハードルよ。八王子。小隣ピラミさん会大爆笑。聞いてたら眠くなってきた。あ、そうだね。みんなのコメントを見てもちろんおしゃべりしていくんだけど、眠くなったら全然。寝てくださいね。いい子だね。すやすや寝ていいよ。日曜日だからね。明日頑張ってね。バスのシチュエーションいいな。ね、いいよね。どっち側がいい？どっち側に？窓側だとちょっと怖いもんね。窓側に。窓側から私の声したら、ジャンジャンってなるもんね。ね。夜行バスの隣にごっこさんおる。お子さんの躍進が嬉しい。後方腕組み彼氏すら。よくさ、言うよね、彼氏すらとか。え、でも、普通に応援してくれてるってことでしょ？いい人じゃん、ありがとうって思うよね。小鳥通信とか、あ、いいね。そういう、なんか、ね、タグ、やってみる。この、そうなの、お休みトーク60分ってのなんか適当に決めてそのままずっとやってて、なんか他のやつも全然統一性ないから、さっきもタイトルどうしようかなって思ったから、なんかちょっと考えないとだね。ね、お子ちゃんの本気、イケメン声ささやきとかされたら成仏しそう。イケメン声出るかな、出るかな。イケメン声、なんかセリフとかあったら教えてください。耳が幸せすぎて作業が全く進まない。ダメだよ、すずむしさん頑張って。逆に邪魔してる説ね。え、ちょっとホラーじゃない？ねえねえ、そうだよね。隣の座席おじさんですけど、この方が小岩井さんですか？そうかもしれないよ。うちの活躍と才能はかっこいいな。いや、そんなありがとう。基本的に音のことだけなんだけどね。コンプレックス抱いてたんだ。あ、声質のことね。そうなのよ。なんか抜け悪くってね。最初の仕事行った頃はすっごい頑張って声出しても自分が出せてなかったんだけど、声出ししてきたって言われたりして、してきたんですけど、ダメでしたかってなったりね。でもそれが私のいいとこでもあるのかってだんだん分かってきたね。8割の人が自分の声を嫌いと感じるそうです。まあ確かにそっか、みんなそういうもんだっていうよね。いい声だと思う、ありがとう。こんな可愛い声の人でもそんなこと思うんだ。え、ほんと嬉しい。ありがとう、みんな。いっぱい褒めてくれてる。ありがとう。まろやかで優しい。ありがとう。自分のこと好きになるのはすごく難しいし、ほんとよかった。あ、でも、ほんとね、みんなが応援してくれてるおかげでね、すごい自分のこと好きになれる。いいとこみんな。みんなは、人のいいとこ見つけるのすっごいうまいなって思う。それって多分、すっごい、大切な能力だと思う。で、私のことを応援してくれてるみんなって、楽しいこと楽しむのもすっごい上手。うん。みんなで一緒に楽しんで、楽しかったねーって、こう、そういう楽しかった思い出をさ、いくつ持って、ね、生きていけるかってすごい大切なことじゃん。それができてるみんなはすごいなって。で、盛り上げるのもすごい上手。みんなが楽しそうだから、たくさんまた新しい仲間が増えるし、
本当みんなのおかげだよ。ありがとう。ありがとう。VTuber はいいぞ。わかる。カエルちゃんの時の声も好きです。ありがとうするメイカの時だよね。上様から VTuber の情報を提供してもらえればいい。うんうん。小岩や小鳥は営業戦略が強い。ほんと。なんかでも、むしろどうなんだろう、営業戦略。なんかね、いつもちょっと綺麗事に聞こえるから嫌なんだけど、いつも人を幸せにしたいんだよ。それが営業理念。弊社ことネットの小岩こと株式会社小岩ことりのでもそれって割とエゴイズムだと思うんだけどね。みんなが幸せにしてほしいと限らないから。でも私はしたいし、周りの人たちが幸せに暮らせたらいいなって思うから、やりたいこととか困ってそうなことがあったらできる限り叶えたいし、それは応援してくれてるみんなもそうなんだよね。できる限り楽しんでもらえるものをお送りしたいなって思ったりするんだよ。ココちゃんにもスパチャさせてください。VTuber さんにね、まあ私と声が似てる岩清水ことこちゃんもね、いてくれるし、最近そうなの、私のあ、いやいやな、私のせいではないんだけど、私は関係ないじゃない、そう、 VTuber さんは VTuber さんなんだけど、こうなかなか配信できてなかったりするんだけどね、なんかね、あるといいよね、そういうの。あすみさんの保育士めちゃくちゃ嬉しいですね。いいよね、いいよね。直接支援できる感がいい。わかるわかる。プロ声優の60分 ASMR が無料だなんて、小岩社長とても優しい。その上、本当のスタジオからお送りしてるんだよ。自分のね。サービスサービス。映画見た。私見た。ネタバレを言う。言わないよ。ダメだよ、チャットでも。あ、でもなんか逆になんかもはや言ってもほしいって言ってたっけ、なんか公式さんがね。ね、エヴァいいよね。弊社先輩の石田明さんも出演してらっしゃいます。ねえ、素敵な先輩なんだよ、本当に。エヴァいいですよね。今日クーポンで ASMR 全部買いました。ありがとうございます。そう、今お得なキャンペーン中なんですよ。ちょっとぜひぜひクーポン使って、お願いします。ことね色の新作、旧作全部 20% オフでご購入いただけますんで。そうだ、一つちょっと、あ、みんなの力を借りて、いやー、さすがにそんなことお願いするのはちょっと恐縮の極みではあるんですが、ぜひですね、ランキング1位になったら嬉しいなみたいな。琴音色の作品今2位かな。なので7日間でね、1位になったらね、上シャマにもこう素敵な、こうね、今井さんにも上シャマにも素敵な1位だっていう冠をこうね、プレゼントできたらいいなって思ったりして。コメント読むの私がゆっくりすぎてどんどん流れていっちゃう。待ってね、待ってね。そうなのよ、ぜひぜひよかったら、まだ聞いてない方は DL サイトで琴音色の、ASMR ぜひよろしくお願いします。ちょっと喉乾いたから炭酸飲もうかな。よいしょ。これはね、あ、大きい音だった。どうしよう。あ、いい音だ。これはね、ウィルキンソン炭酸、強炭酸、味付いてない炭酸好きなんだよ私。
なんかすっきりするじゃん。ケポケポなるからね、お昼間仕事中は飲めないんだよね。夜の楽しみなんだよ。知り合いが増えていくでしょ。そしたらなんか、その声優の仕事がどういう仕組みで、やってて、どういう風にして、するとこう、みんながより助かるのかとかが分かるようになるから、いや、いろんなことやるのって大事だね。本当にこう、役に立たないことってないね。びっくりする。さんとファンの人の関係とかでも思うんだけど、私たちは多分みんなに元気になってもらう種をこうね、いっぱい普段から撒いたりとかきっとしてるんだと思うんだけど、私たちもまたみんなからしか多分本当の意味での元気って得れないんだよね。だからすごい関係だね、私たち。唯一無二の関係だよ、きっと。一緒に素敵な楽しい人生にしましょう。そうだよ、こないださ、ウェディングドレス着たじゃん、番組で。番組でね、結婚式は愛の中でっていう野中愛さんが MC の番組で。だからさ、なんかさ、
みんなが知ってるんだよ、私。みんながざわざわさ、ここちゃん結婚するのかなって心配してるの。しないよ。でも結婚式の番組で私全然結婚する気ないですって言えないじゃん。そういうことだよ、それだけだよ。だから結婚式ってどんなものか行ったことなくて知らなかったから教えてもらったんだ。そういう楽しみ方をあの番組ではさせてもらいましたね。今の話。みんなもネタバレね。ネタバレしないで。いいね。石田さんの ASMR。炭酸のところね。なんか面白いね。コメント全部見ていこうとするとこう、あれ、過去に自分がやった行動を一回振り返る。今27分のところ、ちょっと待ってね。頑張って追いつくね。そっか、炭酸飲んでた時あれだったから、あのコメント見れなかったからだ。逆にロリ声のお休み聞きたい。ロリか、ロリは得意だぞ。おやすみ。ちっちゃい子のね、声帯を真似するんですよ。口の中を小さくして、舌を短くするの。それはすごく真似がしやすかったな。普通に見て、そのまま真似したって感じ。形のね。ここちゃんのワンレターって事務所当てていいん？うん、そうそう、事務所当てでいつもあの、もら、あの、拝見させてもらって元気をもらってます。あのね、でもあの、あれなの、届くのはどうしてもちょっと遅くなっちゃうから、そこはごめんね。タイミング忘れてるけど拝見させてもらってます。いいよね、お手紙もね、愛がこもってる。間に合った。あ、よかったよかった。ドレス素敵だった、ありがとう。いやー、ドレスいいよね。たまにね、着れるの嬉しい。でも本物のウェディングドレスやっぱすごかったね。しっかりしてた。ファイナルの何のイベントで着てたの？ただのドレスでしたっけ？あのね、そう。水色のドレスだったんだよ。白に見えたかな、もしかして照明で。あれはカラードレスってやつっぽいよ。私もあんまり詳しくはね、知らないんだけどね。そういうファッションとかメイクとか全然詳しくないから。ロリコ、ご可愛い、ありがとう。初めてライブ来れました。耳が幸せ。よかった。みんな、そうだよね。今日でも明日月曜日だからね、寝なきゃいけないからね。そう、石田さんは女性声もできるもんね、すごいよね。養女社長、あ、養女社長のキャラソン聞いてくれたかな。配信とかでも聞けるんですけど、エンディング曲が会社に帰ろうっていう曲で、タイトルね、会社に帰るんだね。会社に帰る、うん、会社に帰る、うん、はて。あ、聞いた、ありがとう、嬉しい。で、そのカップリングがめちゃくちゃ気に入ってて、みんな聞いてくれたかな。あ、初めてコメントします。小岩井さんの声癒されます、ありがとう。音響カスタムコラボ買うつもり。あ、IEJ1 はどんな感じですか？ J はね、こう、抜けがいい感じですごくいいと思う。あ、でも本当は視聴がしたいよね。そうだよね。こればっかりはね、できるといいんだけどね。会
緒に帰る。そうそう。で、そのカップリングがね、オーバーザ・デッドライン。どんな歌だと思う？もうみんな聞いてくれてる人いる。進捗ダメですね。そうそう。オーバーザ・デッドラインだよ。デッドラインを超えてるの。どういうことだと思う？多分、社会人の人も経験するけど、私とか、そうだな、作曲家さんとかエンジニアさんとかがよく遭遇するピンチな気がするね。なんだと思う？10時って言ってました。おかしいですね。
金曜日、土曜日、日曜日、おかしいですね。金曜日、土曜日、日曜日、しかも月曜日の朝10時まで行けるらしいです。不思議ですね。社会人には暗黙のルールというのがあるのかな。ね、不思議だね。ここちゃんのチャンスを痩せるよう応援しますね。ありがとう、みんなのおかげだよ。本当に身に覚えがありすぎる。この中にもしかしたらあれじゃない、エンジニアの人も多いんじゃない。あの音のエンジニア、音もエンジニアって言うんだけど、あのプログラマーさん的なエンジニアさんとか多いんじゃないかな、もしかしたらね。詳しい方多いもんね。そうなの。声優業界は多分ね、普通だよ。普通に金曜日の夜8時とか言われてたら夜8時までだと思う。うん。だけど多分一般企業に納品する場合ってことなのかな、かな。放送3時間前に完成したアニメとかあるしね。ねえ、あるらしいですね。不思議ですね。そんな不思議ですね。あ、プログラマーさんやっぱりいる。ねえ、不思議ですね。設計者、すごい。みんないろんなことで活躍なさってたりするんですね。あ、いつの間にか721人も見てくれてる。ありがとう。ゆっくり寝れるといいんだけど。明日ね、きっとみんなすっごい頑張れると思うよ。よく寝れて幸せな気持ちで目が覚めて、今日も頑張ろうって思えると思う。大丈夫、絶対大丈夫。初見なんですけど、アニメキャラで誰を演じたりしてるんですか？え、誰かな。みんななんかあったらぜひチャットで教えてあげてください。いろいろあるよね。自分でもすごいいろいろ演じさせてもらったんだなって改めて、なんか自分のプロフィールをね、こう企画書に書くときに調べるときに、ね、調べたりしたら、そっか、いろんなの演じさせてもらってきたんだなって改めて思ったりしましたね。と、レンゲちゃんね、そう、のんのん日和のレンゲとか、それからアイドルマスターね、天空橋ともかちゃんとか、七つの大罪とかね、今放送してますね。エレインとか、うん、サイコパスで途中退場してしまった主人公の友人ちゃん、あれはすごい役だったね。印象的だと思う。まのちゃんもねえねえ、そうだよね。PS めっちゃ走った。アイマスのですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ララマジの萌ちゃん、ありがとう。来期からゴジラ SP も。そうね、来期はゴジラ出るね。おこしやすちとせちゃん。ちとせちゃんではほぼ女性全役やりましたね。いや、あれもすごいアニメだったな。アイカツのののちゃん。カナビの案内。あ、たなけだのね、白石さん。あれもすごい素敵な役やらせてもらったよね。楽しかった。チェンクロのユリアナ様ね、もうまた思い出深い役ね。それからシャーロット、あ、シャーロットもなかなか凶暴な役をやりましたね。クライムエッジ、クライムエッジさ、すっごいよね。今思うとさ、私初めて男性分離のクライムエッジでヒロインをやったんですよ。メインキャラとかやったことあったんですけど、ヒロインって初めてで、で主人公が花江くんだったんですよ。で、あれ、島崎信長さんもいたし、それから他にもね、いっぱい、あの、今をときめく方がいらっしゃったりして、あの、大先輩たちともいっぱい一緒にご一緒させてもらって、お芝居させてもらえて、実はね、すごい作品だったんだなって改めて思ったりしますね。ミリアムちゃんが好き、ありがとう。ありがとう、ありがとう。まのちゃんね、からかい上手な高木さん、女子楽ね。そうだよ、初めてのメインキャラ女子楽。うんうん。ゴジラ SP 今週木曜からネットフリで先行配信。うんうんうん。ねえ、ありがとう。ペンギン作品もそうだったな。うん。宇
つうつします。あ、これはね、あのガッチャマンクラウスのうつつちゃんですね。いや、みんないっぱい知ってくれてありがとう。そうだよ、そう、クライムエッジのあゆみちゃんがね、主題歌なんだよ。すごくない？なんかそれもなんかまたときめきだよね。私たち違う形で出会ってたのねっていう。はあ、あゆみん結婚しよう。ごめん、さっき結婚しないって言ったけど、あゆみんと結婚するわ。だってあゆみん超かっこいいもんね。素敵な。いやー、素敵な女の子だよね。もう、うん。リズと青い鳥にもちょっとでした。そうなんだよ。実は素敵な役をやらせてもらったりしてて。青エッグにも出てた。そう、青エッグはデビュー作です。テレビアニメのね。スルメイカとかそれまでもやったことあったんだけど、でもそれもほとんど経験なかった状態だよね。クロリちゃんも、あ、ありがとうございます。バルラブのクロミちゃんですね。嬉しい。ねえ。そうなの。あ、キャラクターの声はね、勝手にはできないんだ。ごめんね。そう、いろんなところに許可取らないといけないから。そう、私のものではないからね、当然。でもありがとう。そのキャラクターを好きでいてくれて。これからもぜひね、皆さんの心の中でもずっとずっと、それぞれのキャラクターを愛してもらえたら嬉しいな。そう、サザエさんにも出てたことがある。そうなんですよね。緊張した。ねコクちゃんは初めて知ったの。最初の ASMR 雑談だった。あ、ねしかもあれ10ヶ月ぐらい前だったんだね。あっという間だね、1年。だってさ、もう、今、何月？今何月？ 3 月だよね、確か。3月21だよね、今日。何月21ですよ。早くない？え、もう、だから、1、2？ え？ 1、2、3？ 3 ヶ月もう終わるってことですよね。はいや、はいや、1年、え、待って、1年の4分の1。はい、え、すごい、え、あ、え、お、え、え、早いよね。ゆきおじゃないのか。ゆきおさんはね、今、あれなんでさ、元カノなんだよ。今はゆちゃさんとね、みなみさきちゃんだから。そうなの。ユニット組んでる子が今の私の彼女だから。大事にしないとね。ねえ。あ、そう、D4DJ にもね、貝原みちる役で。こないだの大阪でのライブ、見てくれた。ハッピーアラセカンドライブにね、ゲストで伺わせてもらって DJ やって ボタン間違えた。悲しかったよ。でもね、でも自分のことは情けなかったけど、それでもみんな盛り上げてくれてめちゃくちゃあれ嬉しかった。ありがとう。思わず止まっちゃった時に、止めちゃった時にあっって言っちゃったの。 でもすぐにね、リカバリーした私は偉い。まあね、そういういろんな経験をしてさ、大人になっていく。みちるちゃんをなんかね、追体験してるみたいで。ちょっと、それはそれで楽しいかな。ミニゴブダイエットがコッコちゃんを知った最初の、でした。あ、ありがとう。グランブルーだね。もう3月だね。ねえ、ほんとだよ。もう1月は、あ、4分の1は終わった。ねえ、体感5分。っていうか、この生放送も、あと10分だよ。早いね。あっという間だね。1時間も喋ったの、私。ね、びっくりしちゃう。楽しくって、みんなのコメント見て喋ってると。どうしてもさ、こうやってコミュニケーション取れる時が、ね、必要だよね。ね、今なかなかね、ね、イベントもいっぱいってわけじゃないだろうし。前回のやつ聞きすぎてリップノイズとリンゴの話暗記しちゃった。 そっか、ありがとう、そんなに聞いてくれて。 そうだよね。これは家で配信放送してるんですか？家じゃないよ、これはね、自分のスタジオ。 スタジオを作りました。 は
アイミン D4DJ でまたタブラカシです。アイミンはかっこいいよね。それミナミさんに直接言ったらお喜びしますよ。いや、言えたらいいな。なかなか今んとこよちゃさんとさきちゃんと会う機会がなくて、せっかく彼女なのにあんまりまだ話せてないから、いろいろ話したいね。そう、もっとね、いろんな作品にもどんどん出ていきたいですよね。やっぱりいろんなこと回してるっちゃしてるんだろうけど、私の主軸は多分、いや多分じゃないな、もう絶対一生変わらないで声優なんですよ。一番こう大切で大好きな仕事だから、みんなとのね、なんて言ったらいいんだろう、絆っていうとなんだかちょっとよくね聞いちゃう言葉だから分かりづらくなっちゃうんだけど、そういうのの真ん中にもあるし、だから声優をずっとやっていきたくて、でもいろんなことやることは声優にも役に立つなって思う。お芝居とか表現とかそういういろんなねことにおいて、そうだからね、いろんな作品出れるといいなって日々思ってるんですよ。でもこの、思えばこの多分ささやき配信で確か D4DJ 出たい出たいって言ってて、実際出ちゃいましたもんね。嬉しい。伝音部の皆さん、お待ちしてます。そう、あとさ、ずっと思ってたんだけど、でもあの、だってあのゲームがリリースされたらきっと新キャラとかも出たりして呼んでもらえたりもする機会もあったりとか、いや、ないかな、やったりしないかなって思ってずっと思ってたんだけどね、ウマ娘出たよね。ねえ、なんかご縁があるといいな。なんか噂ではプロデューサーさんたちが競馬場に行って戻ってこないっていう話を。笑っちゃった。そんなことないだろうけどね、きっとどっちも楽しんでくれてると思うけど。ねえ、ずっと続けてほしいです。ねえ、そう、ずっと続けたりできたらいいんだけども、あと5分だ、早いね。ちゃんに来てもらえるといいね。あ、そう、生涯声優って言いました。そうそうそう、あのね、おばあちゃんになっても第一線で活躍できる声優になりたいよね。だから健康も大事だし、喉の筋肉も大事でしょ。でもとはいえ肉体はどうしても年を取っていくものだから、それをフォローするために技術的なこうテクニックとかそういうのもね、身につけていかなきゃいけないし、勉強したいこととか勉強していきたいなって思うことがいっぱいある。声優やりたいからこそ勉強したいことがいっぱいある。これからも応援してもらえたら嬉しいな。一緒に長生きしましょう。夢は叶う。あ、ありがとう、みんなが応援してくれるとなんか夢が叶いそうな気がする。ね、あるといいよね、夢叶うといいな、叶うといいな。ここちゃん逆に多忙で寝る時間あるんですか？あ、全然そんな、毎日楽しく過ごしてるよ。もっともっともっとお仕事やりたい、声優の仕事いっぱいやりたい。ぜひお待ちしております。あなたの脳内に直接話しかけています。こっちかな、後ろの方がいいかな。私を、世界中の皆様、私をキャスティングするのです。ねえ、かなうといいね。ね、一生を知る声優ですわ。ありがとう、頑張る。
楽しみかな。ここで言っていいのかな。ここの視聴者が将来制作時に回れば万事解決。あ、でもそういうことね、きっとあると思うし、友達がそうだったとかよくあると思うから、多分ね、なんだかんだで、私がやりたいって言って、その波が周りにバーって広がっていって、いろんなことって叶っていくものだから、皆さんならきっとなんだかんだなんだかんだなんだかんだで友達の友達をたどれば誰にでもたどり着けるって言いますからね。あなたの脳内に直接話しかけています。小祝い小鳥をキャスティングするのです。DJ のライブ富士急すごくない？ 2 週間連続でめちゃくちゃ嬉しい。ほんと素敵な機会をありがとうございます。みんなにいっぱい会えるの楽しみです。でね、でね、でね、やっぱり歌ったり表現するのってやっぱ腹筋いるじゃん。いるでしょ。いるんだよ。いると思う。いらないのかな。いやいや、いると思う、いると思う。で、で、で、だからあのね、エイプリルフールの、あ、これ内緒にして言わないでね、他の人に。一応まだエイプリルフールの午前中かな。でも寝坊しちゃうかも。ていうか仕事かな、わかんないんだけど、午前中にあれツイートするの。あ、仕事じゃなかったらあれだ、配信もしながらがいいかな。リツイートの数だけ腹筋しますって。その模様を、あれ、こうやって ASMR 配信で、さすがに姿見せるのちょっと恥ずかしい。多分汗だくになっちゃうから、だからあれ、あの ASMR 配信で音だけお届けして、ここで私がね、腹筋するの。腹筋して1、2って数えていく。でも私そんなに腹筋できる自信はないじゃないから、だからエイプリルフールにやれば、まあまあまあ、最悪リツイート数までいかなくても許されるかなとか思って、腹筋にもなるし、みんなとコミュニケーションも取れるし、いいかなって思ったんですよ。でも休みかどうかわかんないから、仕事だったら全然できないから、ごめんね。休みがあったらやれたらいいなって思ったりするんですよ。木曜日、木曜日か、4月1日、うー、仕事かな、どうかな、うー、まだわかんないかもしれない。よし、何個か作ってリツイートしたら、ちょっとそこだけ本気出さないでよ。どうせ、あ、どうせ、どうせ、所詮みんなの力じゃ、どうせ、まあ、せいぜい100
クリツイートが関の山じゃないですか。ザーコザーコ。ちょっとみちるちゃんっぽいね。どうせ。本当に復帰しないと炎上とかいう人が出てくる。そりゃ悲しいな。そっか、じゃあやめとこうかな。うん、やめときます。じゃあ、全部はできないかもしれないけど、できる限りやりますとか書いとけばいいのかな。どうも。どうも。それなら許される。怒る人いるかな？さすがにエイプリルフールは許してくれたら嬉しいけど、怒っちゃうかな。ねえ。できる限り、とかにしとく。ねえ。そうする？あ、1時間経ってた。ごめん。そっか。できる限りとかにしとくか。リツイート数かける0.01とかにしといたら、ああ、じゃあ100リツイートで1回でいいのか。じゃあ3回でいいのか。それいいね。やりたいにしておけば、天才！それだ。じゃあ、リツイートされた数腹筋やりたい配信にしとこっか。それだね。それなら怒らんないよね、多分。やりたいだけだから。できるとは言ってない。やるとも言ってない。それだ。それなら、ね。それだ。天才ありがとう。みんなのおかげだよ。それだね。まあ、そもそも、お仕事次第だからできないかもしれないけど。やりたい。それだわ。そうする。やるかも。やりたい。それだね。それだね。そうしてみよう。ま、とはいえ、みんなの、みんな優しいから、所詮、ママ、言って100リツイートってとこじゃないですか？4月1日以降、腹筋痛でお仕事お休みとなる未来が見える。そうなの、私このザーコザーコっていうのめっちゃ可愛くて好きなの。言われたいっていつも。だから言っとこうかなって。みんな言おうかな、言われて嬉しいかな。ザーコ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 。全然やらない、人形。試しに予行練習してみよう。ちょっとみんな終わらせてくれないな。いいよ、じゃ一回。え、待って、でも今するとさ、本当にこう、ほら、あれじゃん。違うじゃん、ほら。エイプリルフールじゃないから怒られちゃうやつじゃん、本当に。うん。あ、で、カッコエイプリルフールって書いときは、まあ、やりたいが一番いいか、だね。腹筋？今ね、ダミヘちゃんが遠いから聞こえるかな？ 3 回だけじゃ、してあげるよ。え、じゃあ、今、集まってる人が803人だから、800人を超えてる人数やるわ。あ、減ったから、やんなくていいかもしれない。よし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 。じゃあ、このあたりで終わりにしよっかな。やんなくて、済んじゃった。そうね。これはまあ、エイプリルフールにできるかどうか的な。97回ですね。違う。それ700人、700人違う。そういうこと？そういう感じですか？皆さん。そういう手で来たか？もうみんな夜遅いから多分寝落ちしてるんだよ、どんどん。97、違う。そうなの。高評価の数で、あ、33回？あ、それ確かにいいかもね。じゃあ、33回。待って、今33回も私腹筋できるの？やってみるか。ちょっと待っててね。あ、805人になった。あ、じゃあ5回やるわ。OK。5回やる。よっ。ちょっと遠いから、ちょっとみえちゃん下げるね。ちょっと待ってね。よいしょ。よっ。
ね、だから2回やるね。もう疲れた。だけで違うよ。確かに声優だからそういうこともできるけど。できるけど、ちゃんとやった。ちゃんとやったよ。2回やった。ほんと？やったよ。ゼロ1個足りなくない？じゃあもうそりゃ4月1日だね。金雑魚すぎません。ちょっと。煽り返しだ。音声の右枠。まあね、声優だからそういうこともできるんですけど。ザコザコ、ちょっと。ちょっと、もうみんな。まあ、いいけど。審議中。じゃあ、さっきまで感動的な話してたじゃん。なんでお互い、ザコザコ言い合ってんの、みんなね。私たちすごい絆で結ばれてるねって。私たちお互いを元気づけれるのは、私たちだけだねっていうお話、さっきしてたじゃん。ザコ腹筋。いいね、ハートついてるのいいね。じゃあ声優界でやったふりを、声優力で1回だけやったふりをやろう。もう私本気だし、まあ、そういうのもちろんできる。じゃプロの技見せてあげるわ。よいしょ。よいしょ。はあ、できた。今のやったふり。今のは本当にふり。やったふりだよ。今のはふり。本当に。さっきもやってねえな。違う。やった。さっきのはやってない。さっきやったよ。やった。やりました。やりました。さっきと一緒じゃん。違うよ。やりました。じゃあ。まあね、あ、うっかりもう10分も過ぎちゃったよ。声優は ASMR60 分なのに、めっちゃ70分だね。まあいっか。そう、じゃあそろそろみんなも寝てもらうためにも終わりにしようかな。4月1日ね、できなかったごめんね、ほんと。スケジュール次第。できたらやりたいんだけど、空いてたかな、どうだったかな。確か午前中だけだもんね。夜でもいいのかな。でも怒る人いるのか。それは悲しいよね。無理にすることじゃないか。あ、ね。だね。かな？どうかな？今日できたしね、みんなとね。一緒に。ね。だね。なんかでも、なんか、誰も怒らない、そういうリツイート、いっぱいキャンペーンみたいな遊びやってみたいね。誰も怒らないやつにしよう。なんか、どうでもいいやつというか。なんか、そんな悲しかったりしないやつにしよう。ね。なんか、今度。あ、リツイートの数かける0.1 分とか分の今度は ASMR 生配信をするとか。ね。だいたいいつも100ぐらいだから。あ、でも、ナポもすると別にあれか。0.1 とかしなくていいのか。まあでも、12分ならそれはそれでいいのか。ね、それなら怒んないよね。でも、めっちゃ長くなったらどうしよう。そんなことないか、さすがにそれはないかな。0.1 ぐらいにしとけば大丈夫かな。なんだろう。みんなが困らなくて幸せなね、なんか企画を考えたいね。いいけど、めっちゃ長くなったらどうすんの。それね、それだね。ど深夜にやるしかないよね、そうなるとね。じゃあそろそろ寝よっかな。みんなもおやすみなさい。
チャンネル登録と高評価お願いします。動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください。